えー、正明さん2000円払ってうんちが硬いっていうね7文字を書いてますけども僕に何を伝えたいんですかねまあ僕というかあの今1万2086人ぐらいがいてでその人が今そのあなたの書いたセリフをこう聞かされたわけですけど果たしてそれはあなたにとっての幸せなんでしょうかねはい。